にちは。袋歯科医の袋です。本日は、マウスピース矯正についてお話していこうと思います。目に見えない矯正で見違えるほどの笑顔というのが、我々の目指している方向性です。医療法人工人会袋歯科医のミッションというのは、人が生涯健康に生活することを第一義とし、そこに寄り添う最良のホームドクターであり続けるというものです。本日のお話の内容についてです。透明で目立たないマウスピースを用いた最新の歯列矯正を行っていますということで、 1. AI を用いたシミュレーション法、 2. マウスピース矯正のメリットについて、 3. 最新技術の導入について、 4. 短期間での効果を上げる補助装置について、 5. 継続的なサポートについてお話ししていこうと思います。こんな方も、実は、マウスピースを使って矯正をされています。AI というのは人工知能なんですが、マウスピース矯正では人工知能を用いて一人一人に最適な治療計画を実現していきます。お口の中をアイテロという 3D のスキャナーで、型取りすることで、矯正治療後の歯並びのシミュレーションを作ることができます。ご自身の歯並びが治療後どう並ぶのかを矯正治療前に確認できるため、患者様自身が納得してから矯正を始めることができます。治療前と治療後はシミュレーションができてたりします。マウスピース矯正のメリットということで、ぴったりフィットした設計なので自然な外観を保持します。透明なので目立たない、歯の色も損なわないので笑顔も見せられる、取り外しができるため食事や歯ブラシが問題なくできる、日々の生活を変えることなく自然に効果が現れるなんていうことがございます。最新技術をさらに導入しています。矯正に必要な力を正確に計算設計することができ、痛みが少なくより効率的な歯の動きを促すようになってきています。また進化した材料によって強度を増しながらも患者様は快適に感じるような素材を使うようにしています。スマホアプリを通じて患者さんの矯正の進み具合を歯科医院でも観察することができ、治療の、計画の修正も簡単にできるようになってきています。短期間での効果を上げるための補助装置手法としては、マウスピース矯正は治療は効率的かつ迅速に進めるためには、いくつかの補助的な装置や手法が用いられています。一番よく使うのはこの2つ、アタッチメントと IPR というものです。アタッチメントというのは歯に取り付ける小さなプラスチックの充填物ですね。いわゆるプラスチック充填、レジン充填とも言うんですけど、こういったものでアライナーの動きを補助し、より具体的な圧力や動きを早めています。歯の表面にちょっとした凸凹を作っている形ですね。IPR というのは歯と歯の間にわずかなスペースを作るためにエナメル質の部分を少しだけ削る処置です。直線的に削って、いわゆる本当は点で接触していたものを直線的な接触に変えるような形です。これにより歯の動きがスムーズになり、治療時間が短縮してきます。その他の補助装置としては、加速矯正装置、光や低周波振動を使用するデバイスで歯の動きが早まり治療時間を短縮することができます。またエラスティック、ゴムバンドを使って歯並びや噛み合わせのための調整を助けるために、特定の歯に使用して複数の歯を引っ張っていきます。あと特殊的なものとすれば、こういうインプラントを用いたり、これはもうこの歯だけ表側に行かせたいとか、逆につける時もあります。裏側につけに行かせたいとかっていう時、それから、たくさんの歯をいっぺんに動かしたいために、こういうカリエルモーションという機械があるんですけど、こんなのも使ったりします。継続的なサポートとしては、患者様は治療の、各ステップごとに診察を受け、使用方法や口腔衛生の維持についての指導を受けていただいています。必要に応じて、治療計画の修正を行い、疑問や問題にも迅速に対応しています。また頻繁に LINE できない患者様にも対応できるように、 LINE などを通じて、連絡のやり取りも可能です、治療完了後も長期的な歯並びの維持をするためにサポートを提供しています。
本日はマウスピース矯正に関するお話を最後までお聞きいただき誠にありがとうございました。診療を受けてみたい方は LINE お友達追加登録の QR をご用意しています。本プレゼンについてのご意見をいただける場合もこちらからお願いします。もちろん電話でのご連絡でも結構です。電話番号は 0120-998-418、 ここは良い歯と覚えてください。本日はどうもありがとうございました。